ブランドとしてはいわゆる製飯店、あとスーサンレストランチン、あとはあの麻婆豆腐の専門店ですね。この3つのブランドを展開してまして、本当にただただ喜んでほしい、その気持ちを堅くなに大切に守り抜いてきて、ファンがこう増えていったのかなと。10店舗以上ある中で、大事な数字であったりそういう情報の共有考えていく中で、会社としてオフィシャルとしてコミュニケーションツールっていうのはずっと欲しいなと。その LINE ワークス、なんか響きもすごい入りやすいですし、試験導入をしてスタートしていったっていう次第ですね。現場の上司から直接伝えるべき言葉と、経営の意思として伝えたいものがしっかりダイレクトに伝えられるというような状況が整備できたかなと。あとはその料理長みたいな役職としてのラインと、入社年次が近いとか地元が近いとか、まあ、そういったこのお店を超えたトークルームとして展開しているところは目立ってあるのかなとは思ってます。僕たち副料理長とかっていう中でもグループを立ち上げて、それぞれが抱えている悩みだったりですね、問題点、それをみんなで共有して、まあ、みんなで解決して自分の店に落とし込もうとか、例えばあのイベントだったり食事会をやった時に動画とか画像として LINE ワークスに残すことによって、全店舗をこうみんなそれを共有して、でうちもやってみようとか、店舗同士でこう料理の交流もすごくスムーズになりましたし、それで料理のレベルが向上したんじゃないかなというふうに思ってます。すごい会社にとっていい財産だと思うんですね。形に残すべきなんですけど、こういうツールを使ってそういった情報の共有っていうのは僕はもう素晴らしいことだなと思って、本当にワークスを導入したタイミングでコロナに突入しまして、顔も合わせられない、そういった時にリアルタイムで日時で営業時間の変更であったり、一つの発信で全員に対して共有できたり、これなかったら本当に大変なことになってたなって思いますね。はい、コロナになってはっと思ったことは、原点に立ち戻る、今までやりたくてもできなかったことでもすごく大事なことっていうものを振り返ろうと。創業者のお話、麻婆豆腐の女房っていう一冊の本があるんですけど、全員に読んでもらおうと、感想文しっかり書いてもらおうとか、休業課題なんですけどもキャッチボールをする、何度も読み返している本ではあったんですけれども、コロナ禍でも同じものをみんなでこう共有するっていうことによって、ホールとか調理場とかも上下関係関係なく、こう同じ目的同じ意識を持ってこう今後もやっていけるのかなと思ったので、良いことだなと思いました。手洗いから体調、それこそ体温のチェックまで本当に毎日最善の注意を払っていた時期でしたので、売上がどうだとか、そういうような話ではなくて、とにかくみんなの健康状態、メンタルなところも含めてなんですけれども、そこのキャッチボールに利用させていただいたなと思います。どこかでつながっているその安心感ってすごい大事だなと思いまして、休業期間中にビデオ通話機能でそれを使ってコミュニケーションみたいなのを取ったりしてますとか、あれはすごく嬉しかったです。本当に導入してよかったなと。そういったことをこう積み重ねてきたのは、間違いなく10月の宣言以降に効果は出てると思います。食品メーカーさんとのお取引を長きにわたってさせていただいておりまして、情報の共有、 LINE ワークスをこうベースにグループ作っていくという流れが結構メインです。この強みをもっと深掘りしていいものにしていくっていうことはスピーディーにいくなというふうには思ってたりします。製飯店が一番大事にしているのはそのファン作り、やっぱり喜んでいただきたいと、そこを力を入れながら、このコロナ禍もちろんダメージを受けた部分は大きいんですけども、コミュニケーションであったりそういう挨拶っていうものをそれこそゼロからですね、見直すことができたっていうのは、我々にとって本当に貴重なかけがえのない時間だったなと。自分たちが持っている多くの宝物に気づけた時間でもあったんで、やっぱりそこから得た経験で新しい事業、新規事業にもチャレンジしていきたいと思っています。